はい、こんにちは、シアスカです。素晴らしい人間関係で幸せな人生をということで、コーチング講座の第14回になります。ご視聴感謝してます。今回第14回のテーマは自主性に期待するです。ぜひ最後までご視聴ください。まず自分を変えるということですね。コーチングっていうのは相手を変えるための考え方やスキルではありません。と、相手を変えることはどんな手法でも絶対にできません。と、自分自身を変えるための考え方やのスキルです。自分が変われば鏡として映っている環境もやがて変わっていきます、ということですね。で、基礎基本が大切ということで、まあ、基礎基本っていうのは土台になる部分ですね。感謝に徹すると、尊重すると、相手の望むことをするということですね。まあ、特に一番最初の感謝ということはもう人生における答えみたいなものでですね、もう感謝が多い人っていうのは絶対うまくいくんですよね。ですので、まあ、そういうね、本当に感謝、こう何かこう見た時にその欠けてるところとか欠点とかね、そういう劣ってるところではなくて、まずいいところを見ようと、そして自分は本当に恵まれているなと、ありがたいなって思える気持ちの溢れてる人であればね、まあ、それ以外のテクニック、ノウハウ、スキルっていうのはこう自然と実際はできてしまうものなんです。なので、もうぜひ、基礎基本っていうのをしっかりと固めた上で、細かいですね、まあ、聞くとか褒めるとかですね、まあ、そういった、ことを磨いていけばいいのかなというふうに思います。はい、今回第14回は自主性に期待するということです。で、もし動く、もしくは行動するならですね、指示命令されて行動したいかと、それとも自分の自らの考えをもとにね、まあ、考えとかアイデアをもとに行動したいかということですよね。で、やることは全く同じだったとしても、指示命令されてやることは無理やりやらされていると感じやすく、どうしてもいやいややりがちということです。それに対して自分の考えを試してみる場合は、遊び感覚やゲーム感覚にもなりやすく、やる気を持ちやすいということですね。まあ、ここでゲームという言葉が出てきたんですけれども、まあ、例えばね、小学生は今ゲームが大好きなんですよね。勉強よりも漫画を読むことよりもゲームが大好きと、まあ、ゲームが大好きっていうのはこう子供であれば、まあ、すごくこう普通なものなわけです。で、そうした時にね、お母さんたちの一番の、まあ、子育ての悩み、それこそ小学生ぐらいの子供に関しての、まあ、一番の悩みっていうのは、うちの子は家で全然勉強しませんと。でもこれがもう悩みの鉄板になるわけですよね。うちの子は家で全然勉強しませんと。じゃあ何やってるんですかって聞けば、ゲームばっかりやってますというふうに答えるわけです。なぜ勉強はやらずにゲームをするのかということなんですよね。それは勉強という言葉の意味を見ていただければわかると思うんですけど、勉強っていう言葉はもうそもそもなんか強制っていう意味が入ってしまってるんですね。で、それは中身として、国語、社会、算数、理科っていう中身が面白くないというよりも、強制されている勉強だからやりたくない、面白くないんですね。本当はね、理科が好きな子は理科っていう教科の内容に好きになるってことは可能なわけです。社会が大好きな子っていうのもいたりします。でもその理科の内容とか社会の内容よりも、勉強っていうのはなんかそもそもね、なんか強制されて無理やりやるというものになっているので、だから勉強はしたがらないんですね。で、何が言いたいかっていうと、たとえゲームだったとしても強制されるとこれはやりたいとは思わないんです。やりたくないものに変わるんですね。ゲームばっかりやってるっていう子も、もしですね、ゲームを強制にしてしまうと、ゲームをやりたくなくなってしまうんですね。あれほど好きだった、楽しかったゲームも、やりたくないものに変わっていってしまうわけです。まあ、例えばね、ある子がね、自分の好きなタイミングでゲームを始めて、好きなタイミングでやめてたとします。それをこう勉強と同じようにやってみるわけです。ね、今日は7時から9時まで2時間絶対ゲームと。ね。で、例えばね、それが途中でね、1時間半ぐらいで、8時半ぐらいになってもうね、ちょっと飽きちゃったからっていうことでやめようと思った時にね、怒るわけです。何言ってるのと。今日は9時まで2時間は絶対ゲームって言ったでしょうと。
で、そういったことをね、次の火曜日、次の水曜日っていうふうに、3日間ぐらい続けるとですね、あれほど好きだったゲームをですね、本人は嫌がるようになります。なぜなら、人っていうのは中身とかやること内容よりも強制されるということそのものが嫌なんですね。まあ、このお話から何がわかるかっていうと、とにかくですね、例えば仕事もそうだと思うんですけど、仕事の中身は、まあ、どんな仕事もね、正直同じなんですよ。言ってしまうとね、まあ、基本この単純作業の繰り返しなんですよね。小説家っていうのは毎日文章を書きますと、漫画家であれば毎日漫画を書きますとね。だから自分の仕事の中身にね、やる気が出ないとかね、こんな仕事じゃ自分の力を発揮できないとかね、いうことで、なんか自分にとってね、夢のような、それこそ転職とかライフワークとかっていうのを、まあ、探す人がいるんですけど、仕事っていうのはどれも一緒なんです。他人のためにやる単純作業っていう意味では、どんな仕事も同じなんですね。じゃあなんで嫌って感じてるかっていうと、それをいやいやこう強制されてやってるから嫌なんですね。そこにこう自分のなんか考えとかアイデアとかね、そういったものが入る余地があればね、そう、同じ仕事なんだけど、じゃあどうやったらもっとお客さんを喜ばせられるかとかね、どうやったら売上目標を達成できるかとかね、どうやったら利益をね、過去最大に上げることができるかとかね、どうやったらお客様からもっと感謝の声が集まるかとかね、そういうことを一生懸命自分の頭をフル回転させて、やればやるだけ仕事っていうのはね、同じ仕事なんですけど、すごくこう楽しくやれたりするわけです。だから強制だと何をやっても面白くないし、ゲーム感覚だと何をやっても面白いということを、まあ、改めてこう確認しておきたいということです。で、なぜかということなんですけど、なぜ強制されると嫌でゲーム感覚だとやれるかっていうと、指示命令された場合っていうのは自分という存在が小さく感じられるとね。例えば指示命令っていうのは上から下って感じですよね。上の人から下に命じられたっていう感じで、こう矢印が上から下に向かってるわけです。だから自分という存在がどうしても小さく感じられるわけですね。ところが自分の考えでやれる場合、自分で考えて一生懸命頭を使って知恵を出してね、アイデアを出してやれるっていう時は、自己重要感、自分っていうのはこのね、組織とか社会の中ですごく重要な存在なんだっていうね、自己重要感、やりがいっていうのを感じることができるんですね。だからやる気を持てるということです。だからどんな場合も指示命令されてやったことよりも、自分の考えで移された行動の方にやる気が出るということです。で、逆にね、では逆に相手に動いてもらいたい場合はどうでしょうかということです。指示命令をしますか。今は自分の話をしてたんですね。自分という存在も人から指示命令されたらどんな内容でもやる気は出ませんと。ね、逆に自分でやれると、自分の裁量があるとかね、自分の考えとかアイデアを試せるってなればやる気が出やすいと。逆にね、じゃあ自分自身じゃなくて相手にね、もし何らか動いてもらいたい、行動してもらいたいっていう場合はどうでしょうかと。ね、指示命令をしますか、それともということですね。当然自分がね、指示命令されてやる気が出ないのであれば、あなたがね、どれほどの素晴らしいね、地位とか権力とかね、名誉とかを持っていたとしても、やっぱり指示命令で相手はね、気持ちよくは動かないと。動いてくれない、行動に移してくれないですよね。だから、多くの場合、それでもね、自分がされて嫌なことなんだけど、結果的に指示命令で人に動いてもらおうとすることが多いんですね。なぜかっていうと、その方がやっぱ早いんですよね。こう、これやっといてねって言って、はい、わかりましたって言ってやってもらう方が実際は早いわけです。だから、自分がされても嫌なことをやっぱり人にどうしてもやってしまうと。それはね、親が子供に指示命令する、学校の先生が生徒に指示命令する、会社の上司が部下に指示命令するのはそっちの方が早いからなんですね。しかも過去20世紀ね、今21世紀ですけれども、過去20世紀まではそれでも十分に通用しましたとね。誰がやっても同じ作業であれば、カリキュラムやマニュアルを渡してやるべきことを指示命令するだけでも、一定品質の商品というのが提供できたわけですね。それは作っていたのが物だったからです。物作りっていうのはとにかく効率が命なんですよね。1日に10個作るよりは1日20個作った方が確実に売り上げも利益も上がりやすいわけです。だから物作り、物をたくさん作ってね、作れば売れた。テレビ、冷蔵庫、洗濯機を作ればテレビ、冷蔵庫、洗濯機が飛ぶように売れた。そういう時代はね、効率だけ、つまり速度。
無駄がないということは非常に大事だったわけですね。だから指示命令型の会社組織でも十分に伸びたということです。しかし現在21世紀ではどんどん通用しなくなってきているということですね。まあ具体的な企業の名前を出すとすれば、例えばソニーっていう会社がありますよね。まあ、ソニーっていうのはもう世界の中でもね、憧れというか、ソニーっていうのはもう一つのね、世界ブランドだったわけです。しかしね、もう21世紀になってね、新しいものっていうのを生み出すことがなかなかね、苦戦しているソニーっていう会社はもうひたすらこうリストラをしてね、もう業績改善にものすごい苦労していたりします。あのソニーでさえですね、もう20世紀と21世紀では全く世界からの評価が変わってきてしまっているわけです。物余りサービス過剰ね、物はねもう十分持ってる。テレビは一家に1台2台3台、自動車も一家に1台2台ね、携帯電話も一家に1台2台、スマートフォンも一家に1台2台、もうとにかくね物はもう余ってるわけです。でサービス過剰ですね、もう特にね何かやってもらいたいって思うものはないと、ね、全てねお店に行けばもうお客さんの方がね、たくさんのサービスの中から選びたい放題と、そういう世の中にあって決まりきったことを決まりきったようにやっていると、まあ、例えば社員さんとか店員さんとかがねやってると、そういう人とか組織っていうのはどん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 ね社会から退場を命じられると。人であれば失業したりリストラにあったりすると、組織であればね、会社組織であればもう廃業したり倒産したりと、そういう時代に今私たちは生きているわけです。まあ明らかに時代が変わってるわけですね。だから効率から効果というのを求める必要があるんです。物に対しては効率でいいんですね。速さとか無理がない、無駄をなくそうということでね、無駄をなくして効率よく早くテキパキとということが大事だったわけですけど、今物なんか求められていないわけです。そうじゃなくて人ですね。やっぱりこう人が喜んでくれたり感動してくれたりするっていうのは、やっぱり人が人を喜ばせるってなった場合は効率を求めちゃダメなんですね。効率よくあしらわれて喜ぶ人なんか誰もいないわけですよ。じゃあ面会は20分ですから20分きっかりで終わりますって言ってね、相手がね時計を見ながらね、今19分、あ20分、はい、ありがとうございました、お疲れ様でしたって言って次の方どうぞって言うと、もう絶対人っていうのは嫌がるんですよ。自分を効率よくあしらわれた場合にですね、喜ぶ人なんてただの一人もいないわけです。そうじゃなくてね、どれほど手間暇かけられるか、たった一人の人を喜ばせるのに、この人はここまでやってくれるんだというようなことっていうのがすごく大事になってくるわけですね。ある意味時間っていうものをすごく大きく投資しないと、うまくいかない時代になってきていると。そのもちろん短時間でね、パッてなおかつ相手をね瞬間的に、例えばその相手を驚かせる、そのサプライズ的な演出っていう形でね、相手の期待、全く期待してないところに対して一瞬で大きな喜びを与える、大きな幸せを与えるっていう、そういったものっていうのもできると思うんですけども、一般的に人が相手の場合は効率というのを考えてはいけないということです。たった一人のために、この人はここまでのことをやってくれるんだっていうのをどれだけ一人ずつ一人ずつ地道にやってあげられるかっていうことがすごく大事になります。確かに指示命令で動いてもらうのは早いですし効率もいいでしょうとね。どうして世の中が指示命令で動いているのか、親は子供に指示命令し、学校の先生は生徒に指示命令し、会社の上司は部下を指示命令するのか、それは早いからですね。やっぱり効率がいいからですね。そうじゃないやり方っていうのはやっぱり面倒くさい、時間がかかっちゃうわけです。しかしやってる本人の気持ちのこもらない何かが出来上がってもね、例えばお店の人が何かサービスをしましたとね、その人も絶対いやいややってるなと、もうこの商売絶対好きじゃないんだな、嫌いなんだなっていうのをね、もういやいやね気持ちがこもらないことをやってもね、結局それはたとえ早くやったとしてもね、早く間違った結果を得られるだけと。結局お客さんを全然喜ばせてない、結局お客さんがですね不満足になってね、お店が潰れるきっかけ原因となってしまうと、まあ、それぐらいだったらね、速さを求めてもしょうがないですよね。間違ったことを早くやれば間違ったところに早くたどり着くだけだわけですよ。それぐらいだったらね、やっぱりちょっと時間かかっても手間暇かかってもね、ちょっと効率が悪かったとしても、
多少時間がかかったとしても、たとえ効率が悪かったとしても、やってる本人の気持ちの入ったより素晴らしいことをやってもらった方がずっと効果的ということです。だから一見ね、効果が効率が悪かったとしても、手間暇かけてとにかく効果と時間っていうものを投資したとしても、効果というものを求めた方がいい結果が出るということです。では指示命令ではなくて、相手に考えを出してもらい、自主的にね、その指示命令でこう人から律してもらう他律型じゃなくて自律型ですよね。自分で自分を律する、そして相手が自主的に動いてくれる、行動してくれるためにはどうしたらいいでしょうかということです。でそれはですね、一つテクニックっていうかね、ノウハウがあるわけですね。質問という方法になります。コーチングの技術っていうのは、実は質問のスキルって言われたりするんですね。傾聴のスキルって言って、こう、聞くスキルっていうふうに言われることもあるんですね。コーチングとは傾聴のスキルであるって言われたりすることもあるんですけど、コーチングっていうのは質問のスキルっていうふうに言われることもあるんですね。聞く質問するっていう、この2つはテクニック、ノウハウ、スキルとしては、一番こう、有名な方法になります。例えば、指示命令だったらね、これをうまくやるためにはこうやってくださいってね、カリキュラムこれです。マニュアルはこれです。手順書はこれです。だから、うまくやるためにこれをこうやってください。これは指示命令型ですよね。そうじゃなくて、うまくやるためにはどうすればいいと思いますかっていうふうに相手に聞いてみて、相手に考えてもらうわけです。で、そうすると当然ね、指示命令型よりは時間とか手間とかね、かかりますよね。当然相手を考えるわけですから。それを待っているという必要がありますよね。でも、根気強くね、とにかくね、答えをね、知ってる人が知らない人にこうどん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 教えていく、与えていくっていうやり方ではなくて、一つ一つ一つずつね、私はあなたのことを尊重してますよ、ね、私はあなたのことを大事に思ってますよ、ね、この場合、うまくやるためにあなただったらどうすればいいというふうに考えますかということで、相手に考えとかアイデアをね、出してもらうきっかけっていうのを、作っていくわけですね。で、脳ですね。脳みその脳っていうのは、コンピューターをはるかに上回る、検索エンジンということです。だから、Google の検索窓とか、Yahoo の検索窓にね、調べたい単語を入れれば、必ず何らかのね、検索結果っていうのが表示されますよね。あれよりもはるかに私たちの脳っていうのはね、優れているわけです。だからもし適切な質問が与えられたら、適切な回答っていうのを探し続けて、そして必ず導き出してきます。これは時間がかかったとしてもですね、自分がの人生とかね、仕事とかお金とか人間関係とか、もしくは健康とかですね、そういったことに関してね、もし適切な質問っていうのを脳に与えられていたらね、例えば自分はどうやったらもっとね、健康的な人間でいられるんだろうかとかね、もっと仕事で人を喜ばせられるにはどうしたらいいんだろうかとかね、もっと人を幸せにできる仕事のやり方ってないんだろうかとかね、もっとお金の面で経済的な余裕を作る方、ために自分が何かできることはないだろうかとかね、もっと今目の前にいる大切な人との人間関係を良くするために自分が今日からでもできることはないだろうかとか、そういうね、質問を、適切な質問っていうのを脳に与えていればですね、必ず適切な回答っていうのを脳は探し続けます、ね、その瞬間瞬間にパンパンパンって出てくるかどうかは別にしても、必ずね、ずっと脳の中にはその質問っていうのが引っかかり続けるんですね。そして時間が経てば必ず導き出してきます。もし質問を、撤回したりね、やめない限り。だからすごい私たちの脳っていうのはね、ものすごく優秀な検索エンジンなんですね。ただ大事なのは、その質問っていうのがなかなか与えられていない。いつもなんか指示命令されているばっかりなので、脳が働く必要がない状態になってるんですね。そうじゃなくて、脳が働く、ある意味脳にストレスがかかってる状態をずっと続けていくと、うまくね、一番いい答えっていうのをこうスパッとこう引っ張ってくるっていうことができるようになるということです。なので、言い切りの断定口調の習慣があるとね、これはこうです。これはこうだ。これはこうに違いないと。ね、これはこうしてください。これはこうするものですと。そういうこう言い切りの断定口調の習慣がある場合っていうのは、ね、
意識的にね、やっぱり自分の口調とかね、言葉遣いっていうのをこう改善していく必要があるということです。提案するようなね、相手にこれはどうでしょうかとかね、あなたの意見を聞かせてほしいんですけれどもとか、ちょっとね、一緒に考えてもらえませんかとかっていう感じの提案するような質問の習慣っていうのを身につけていくと、確実にコーチング力、ね、人を育てる力、育成する力、教育する力っていうのが向上していきます。なので、適切な質問っていうのを相手の脳、もしくは自分の脳ですね。まあコーチング、セルフコーチングですね。自分自身を育成していく。セルフコーチングっていう意味では、常に自分の脳に対して適切な質問を投げかけるという習慣っていうのは、すごくこうね、人生の宝になるような習慣になるわけですね。そしてやっぱりね、他律、他に律してもらって、指示命令型でこういやいや何かをするっていうよりは、自主性をもとにね、自分はこれをやりたいからね、自分が出した考えだから、自分が出したアイデアだから、それがうまくどういくかどうかっていうのを自主的にやっていくと。そしてね、今からの時代っていうのは特に効率ではなくて効果っていうのを求めてね、やる気ある行動ですね、気持ちの入った情熱的な行動っていうのをやっていくということが非常に大事になっていきます。はい、次回第15回は視点を変えるというお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回のお話がですね、何らかあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。